ブレイクタイム。でもこちらのクセルです。今日はこちら、キョロちゃんのエッグハント、キョロちゃんを探そうというわけで、まあ、イースターですね。で、イースターって思うんだけど、クリスマスだったらクリスマスの日、12月25日とか、子供の日とか、節分とか、いろんな行事がある時には、まあ大体日にちが決まってるじゃないですか。で、パッと浮かぶじゃないですか。イースターの日って、いつなの？あるの？何日から何日までがイースターみたいなのか、この日がイースター。重要よくわかんないですけど、開けましょう。エッグハントですから、なんか、卵を探すみたいな感じかな。確かそうだよね。まあパッケージを見ればわかるんですけど、めくってね、卵がめっちゃあります。5個かな。 1,2,3,4,5、 はい、5個ですね。この中から当たり的なものを探すのかなって感じです。まあパッケージで遊べるっていうのはいいと思います。それじゃあ順番に開けていきましょう。この明らかに卵ではない何かは取っていきましょう。じゃあこれからエンジョイ。はい、ちょっと心に響きますね、言葉が。はい、続いてラッキー、はい、これ全部開けるやつじゃなくない？これ開けて、あ、今日はラッキーだみたいな。違う、はい、グダグダすぎるね。はい、次クエ。おお、これなんでしょう。おい、やったね。最後最後、もうこれ目玉ですよ。ハッピー。早速食っていきましょう。あ、ちょっと待って、今ガガッつった。あ、当たった、当たった。しかもすげえカメラがめっちゃ揺れてる。銀のエゼルに仰天してるみたいな。あ、銀当たった。嬉しいです。はい、じゃあ食べていきましょう。あ、かわいい、見て、なんかトゲピーの殻みたいにカラフルだね。いただきます。うわ、うまっ。これ、言えまいぞ。これ中がビスケットだね。やっぱビスケットがすごいサクサクしてて、カスタードプリン味チョコだって。うわ、これ絶対うまいやつ。ほんとだ、うんめー。こんな感じですね。ちょっと見てみましょう。よいしょ。これ、あ、ちょ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 、え、大丈夫？レンズ大丈夫？まあ、これを見ればわかると思うんですけど、この肌色の生地がカスタードプリンチョコ。この周りについてるね。ちょっと待って、みんなさ、このレンズのさ、ガッガでさ、動画の内容が入ってこないと思うのよ。え、どうしたのかな。ちょっと待って、こうしようかな。いや、続きます。で、このカラフルなのがカラーシュガー、中がビスケット。甘いですね、本当に。最高。なんか今日はいろいろでしたね。そこまでね、エッグをこうめくってもそこまでの衝撃もなかったし、レンズガタガタ震えるわ、銀のエンゼル出るわ、ちょっともう内容がギューッと盛りだくさんな動画になってしまいましたね。まあ、いろいろなハプニングがありましたけど、この商品自体はすっごいいいです。ね、めくってみて何が出るかなっていうワクワク感と、あとはなんか本当にエッグハントをこのキョロちゃんで再現してくれるっていうのが面白い考えだなとは思いました。しかもね、すごいカスタードプリン味のチョコエッグがめっちゃ美味しかった。チョコエッグじゃねえわ、あれだ、チョコボールだ。はい、途中でチョコエッグって言ってるし、多分あると思うけど、というわけでぜひ食べてみてほしい、本当に美味しい。はい、というわけで今回はですね、こちらのキョロちゃんのエッグハントを買ってみました。まあ別にね、これを買ったからといって僕みたいにたくさんハプニングが起きるわけじゃないから、普通に商品自体は面白いし美味しかったので、ぜひぜひ買ってみてください。というわけで次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。
レンズ大丈夫かな。